大トリアノン宮殿、トリアノン条約は、第一次世界大戦の敗戦国となった、ハンガリー王国と連合国が結んだ、講和条約。1920年6月4日に、ベルサイユのトリアノン義宮で調印された。第一次世界大戦までのハンガリー王国は、オーストリア・ハンガリー二重帝国の一部であったが、帝国は、ビラジュスティ級戦協定により、第一次世界大戦に敗北し、 同時に国内の内乱と皇帝カール一世の退位の結果解体された。ハンガリーは分離独立したため、オーストリアとは別に講和する必要が生じた。さらに、ルーマニア王国がトランシルバニア全土に侵入して併合を宣言しており、チェコスロバキアもスロバキアに侵入して領有権を主張していた。また、前年の1919 19年にはルーマニアが ハンガリー革命後の混乱に乗じて、首都を占領し、ハンガリー・ルーマニア戦争が勃発していた。こうした状況から、ハンガリーは国境を確定する必要に迫られ、条約締結に至った。トリアノン条約による、活条地域紺色、チェコスロバキア共和国領茶色、ルーマニア王国領赤色、オーストリア共和国領灰色、セルブクロアートスロベーン王国領ピンク色、 ポーランド共和国領緑色、イタリア王国領この条約により、ハンガリーはオーストリアとの合法以前から領有していた歴史的領土の大半にあたるスロバキア、クロアチア、トランシルバニアを、それぞれ連合国側についた周辺の戦勝国である、チェコスロバキア共和国、セルブクロアートスロベーン王国、ルーマニア王国に割上した。また、直前まで、 同じ帝国であった片割れの敗戦国であるオーストリア共和国に対してもドイツ系植民が多数派を占めていた西部国境地域を割上し現在のハンガリー領に相当する領域へと大幅に縮小された加えて石炭や家畜などの連合国側への無償提供さらには賠償金の支払いの要求など一方的で過酷な条件を連合国側から押し付けられた 米景市茶場に置かれたトリアノン条約の記念碑、ギロチンで分断されるハンガリーを表している。当時のハンガリーは相次ぐ政権交代や戦乱で混乱状態にあったため、この過酷な要求を飲まざるを得なくなり、講和条約に調印した。この条約の厳しい内容により、その後のハンガリー王国は受け入化し、第二次世界大戦で数軸国側に立って参戦する演員となった。 また、ハンガリーの報復を恐れたチェコスロバキア、ルーマニア、ユーゴスラビアはフランスと小教書を結成しハンガリーに対抗しようとした。しかしこれはドイツという大国の前には無力であった。ハンガリーは1939年以降にミュンヘン協定やドイツの後押しを受けたウィーン裁定により喪失した領土の大半を回復するが敗戦後には ウィーン裁定による領土回復は無効とされた。2010年、ハンガリーは6月4日を国民連帯の日と定めた。ありがとうございます。